令和元年9月1日スポーツの森鈴鹿グラウンドにて X リーグディビジョン3ウエスト、秋シーズンの開幕戦となります。キリックストヨタブルーファイターズ対三重ファイアーバードの一戦が15時キックオフ予定で試合開始を行います。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側カラーエンジのユニフォームが三重ファイアーバード、奥側ホワイトのユニフォームがキリックストヨタブルーファイターズです。前半、キリックストヨタブルファイターズレシーブ。三重キックオフ、キリックスリターンで試合が始まります。プレーナンバー1-19、キリックス、セカンダウン5、ボールオン相手陣38ヤード。中央へのランプレー、キャリア20番。相手タックルかいくぐり、ファーストダウン獲得です。キック成功、3点追加。キリックストヨタ3点、三重ファイアーバード0点。プレーナンバー2-8、キリックスファーストダウン10、ボールオン相手陣42ヤード。ナイスラン、ファーストダウン。キリックスランニングアップ16番、ハンドオフから右を2クロ駆け上がり大きく独走、独走ファーストダウンです。プレーナンバー2-12、キリックス相手陣17ヤードからファーストダウン10。パス成功、ファーストダウン獲得です。クォーターバック3番
ダイブフェイからのプレイアクションでタイトエンドへのパス。このパスをタイトエンド90番がキャッチし大きく前進、ファーストダウン。プレーナンバー 2-13 キリックス、ファーストダウントゥーゴール、残り4ヤード。成功、タッチダウン。クォーターバック3番ワイドレシーバー12番へのフライパス。このパスを12番エンドゾーンでキャッチ、タッチダウン成立です。キリックストヨタ6点獲得です。プレーナンバー 2-18 三重、サーダウン3、ボールオン自陣35ヤード。ここでボールをファンブル、ファンブルをしたボールを抑えたのはキリックス90番、したがって攻守交代です。ターンオーバータッチダウン。クォーターバック3番、プレーアクションからフルバック43番へのフラットパス。このパスをフルバック43番エンドゾーンでキャッチ、タッチダウン成立です。キリックストヨタブルファイターズ16点、三重ファイヤーバード0点。プレーナンバー 3-3 三重、自陣30ヤードからセカンダウン7。再びテールバックのランプレー、キャリア18番でしょうか、ハンドオフから右オフタックルを駆け上がり約6ヤードのゲイン、失礼、キャリア16番です。レフリータイムアウト、レフリータイムアウト、負傷者のため。プレーナンバー 3-7 三重、サーダウン9、ボールオン自陣42ヤード。クォーターバック9番、ダイブフェイクオプション、失礼、トリプルオプションから左を、自らキープ。オフタックル付近に駆け上がりましたが、ファーストダウンには至っておりません。フォースダウンとなります。プレーナンバー 3-8、三重、フォースダウン4。プレーを選択します。ギャンブル。攻撃権更新に4ヤード、獲得が必要です。三重、ファーストダウン。ランニバック25番、ハンドオフから血を突破しファーストダウン獲得、ギャンブル成功です。プレーナンバー 3-12 三重、相手陣33ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック9番、ワイドレシーバー81番にパスを通し約9ヤードのゲイン。プレーナンバー 3-15 三重、フォースダウンインチ。プレーを選択します。ギャンブル。ここで、三重スナップが乱れ、ノーゲイン。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代となります。ターンオーバー。プレーナンバー 3-19 キリックス、自陣38ヤードからファーストダウン10。
キリックスファーストダウン、クォーターバック3番パスフォーメーションショットガンフォーメーションからスクランブル、右オープン独走しファーストダウン獲得です。プレーナンバー3の20キリックス、相手陣46ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック3番ワイドレシーバー9番へのフラットパス、このパスを9番キャッチしてエンド、フィールド内で着地しましたのでパス成功です。ゲインは約6ヤード。これより第4クォーターに入ります。プレーナンバー4の1、キリックス相手陣40ヤードからセカンドダウン4。不成功。あわや三重28番インターセプト仕掛けましたがパス不成功です。サードダウンに移ります。プレーナンバー4の5、三重セカンドダウン10、ボールオン自陣5ヤード。インターセプト。クォーターバック9番パスを投じましたがこのパスをキリックス56番がパスカット、そしてパスカットした56番がそのままボールを確保、インターセプト成立です。攻守交代、ターンオーバー。プレーナンバー4の6、キリックスファーストダウン2ゴール残り5ヤード。タッチダウン。ランニングバック16番ハンドオフクラッチを突破、そのままエンドゾーンに飛び込みタッチダウン。キリックス6点獲得です。プレーナンバー4の13、キリックスファーストダウン10、ボールオン相手陣38ヤード。タッチダウン。クォーターバック3番エンドゾーンに走り込むワイドレシーバー11番へのロングパス、このパスを11番エンドゾーンでキャッチ、タッチダウン成立です。キリックス6点獲得。プレーナンバー4の16、三重自陣35ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック9番プレーアクションからフルバック33番のパスを通し約9ヤードのゲイン。パス成功。ファーストクォーターバック9番ワイドレシーバー18番のパス、このパスを18番ワンハンドキャッチしファーストダウン獲得です。パス成功。ファーストダウン。クォーターバック9番ダイブフェイクからタイトエンド2枚のパスを通しファーストダウン。三重後半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4の24、三重セカンドダウン2ゴール残り8ヤード。フルバックのダイブプレー、キャリア20
失礼、33番ここでボールをファンブル、そしてそのファンブルを抑えたのはキリックス、したがって攻守交代です、ターンオーバー。プレーナンバー4の26、キリックス、セカンドダウン4、ボールオン自陣12ヤード。再び中央へのダイブプレー、キャリア43番、ゲインは1ヤード、時計回り続けます。ここで試合時間がなくなりました。試合終了です。試合終了しまして、キリックストヨタブルファイターズ31点、三重ファイヤーバード0点、キリックストヨタブルファイターズの勝利です。